井風咲作隅田川三。月の出がようと遅くなるにつれてその光はだんだん冴えてきた川風の湿っぽさが次第に強く感じられてきて浴衣の肌は嫌に薄寒くなった月はやがて人の起きている頃にはもう昇らなくなった空には 朝も昼過ぎも夕方もいつでも雲が多くなった。雲は重なり合って絶えず動いているので時としてはわずかにその間間にことさららしく色の濃い青空の残りを見せておきながら空一面に覆いかぶさる。すると気候は恐ろしく蒸し暑くなってきて。 自然と染み出る油汗が不愉快に人の肌をネバネバさせるがしかしまたそういう時には決まってその強弱とその方向の定まらない風が突然に吹き起こって雨もまた降ってはやみやんではまた降り続くことがあるこの風やこの雨には一種特別の底深い力が含まれていて 寺の樹木や川岸の葦の葉やバス絵に続く貧しい家の板屋根に春や夏には決して聞かれない音響を与える日が恐ろしく早く暮れてしまうだけ長い夜はすぐにしんしんとふけ渡ってきて夏ならば夕涼みの下駄の音に遮られてよくは聞こえない8時か9時の時の鐘が 辺りをまるで十二時のごとく静かにしてしまうコオロギの声は忙しいともし火の色は嫌にすむ秋あ秋だ長吉は初めて秋というものはなるほど嫌なものだ実に寂しくってたまらないものだと身にしみじみ感じた学校はもう昨日から始まっている 朝早く母親の用意してくれる弁当箱を書物と一緒に包んで家を出てみたが二日目三日目にはつくづく遠い神田まで歩いて行く気力がなくなった今までは毎年長い夏休みの終わる頃といえば学校の教場がなんとなく恋しく授業の開始する日が心待ちに待たれるようであった その初う々いういしい心持ちはもう全く消えてしまった。つまらない、学な何ぞしたってつまるものか、学校は己の望むような幸福を与えるところではない、幸福とは無関係のものであることを長吉は物新しく感じた。4日目の朝、いつものように7時前に家を出て、 温の境内まで歩いてきたが長吉はまるで疲れきった旅人が道端の石に腰をかけるように本堂の横手のベンチの上に腰を下ろしたいつの間に掃除をしたものか朝露に湿った小砂利の上には投げ捨てた汚い紙切れもなく朝早い境内は いつもの雑踏に引き換えて妙に広く神々しくしんしている。本堂の廊下にはここで夜明かししたらしいうさんな男がいまだに幾人も腰をかけていてその中には赤字見た人への三尺帯を解いて平気でふんどしを締め直しているやつもあった。この頃の頃空くで空は低く ネズミ色に曇り辺りの樹木からは蝕んだ青いままの木の葉が絶え間なく落ちるカラスやニワトリの鳴き声ハトの葉音が爽やかに力強く聞こえるあふれる水に濡れたみたらしの石が翻える奉納の手拭いの陰にもうなんとなく冷たいように思われたそれにもかかわらず 朝参りの男女は本堂の階段を上る前にいずれも手を洗うためにと立ち止まるその人々の中に長吉は偶然にも若い一人の芸者が口には桃色のハンケチを加えて一重羽織の袖口を濡らすまいためか真っ白な手先をば腕までも見せるように長く差し伸ばしているのを認めた。 同時にすぐ隣のベンチに腰をかけている書生が2人「2> 見ろ見ろジンゲルだ悪くないな」と言っているのさえ耳にした島田に言って弱々しく両肩の撫で下がった子作りの姿と口尻のしまった丸顔167の同じような年頃とが長吉をして その瞬間危うくベンチから飛び立たせようとしたほどお糸のことを連想せしめたお糸は月のいいあの晩に約束した通りその翌々日にそれからは長く義長の人たるべく手荷物を取りに帰ってきたがその時長吉はまるで別の人のようにお糸の姿の変わってしまったのに驚いた 赤いメレンスの帯ばかり締めていた娘姿が突然たった一日の間にちょうど今みたらしで手を洗っている若い芸者そのままの姿になってしまったのだ薬指にはもう指輪さえはめていた用もないのに幾度となく帯の間から鏡入れや髪入れを抜き出して おしろいをつけ直したり瓶のほつれをなであげたりする外には車を待たしておいていかにも忙しい大切な用件を身に帯びているといったふうで1時間もたつかたたないうちに帰ってしまったその帰りがけ長吉に残した最後の言葉はその母親の。 お師匠さんのおばさんにもよろしく言ってくれということであった。まだいつ出るのかわからないから、また近いうちに遊びに来るわという懐かしい声も聞かれないのではなかったが、それはもう今までのあどけない約束ではなくて、よなれた人の除才ない挨拶としか長吉には聞き取れなかった。娘であったおいと。 幼なじみの恋人の糸はこの世にはもう生きていないのだ。道端に寝ている犬を驚かして勢いよく駆け去った車のあとに、ええも言われず立ち迷った化粧の匂いが、いかに苦しく、いかに切なく、身内に染み渡ったであろう。本堂の中にと消えた若い芸者の姿は、 再び階段の下に現れて、二王門の方へと、素足の指先に突っかけたあずまげたを内輪に軽く踏みながら歩いてゆく。長吉はその後ろ姿を見送ると、またさらに恨めしいあの車を見送った時の一刹那を思い起こすので、もう何としても我慢ができぬというようにベンチから立ち上がった。 そして知らず知らずその後大を追うて見の尽きるあたりまで来たが若い芸者の姿はどこの横丁へ曲がってしまったものかもう見えない両側の店では店先を掃除して品物を並べ立てている最中である長吉は夢中で雷門の方へどんどん歩いた。 若い芸者の行方を見極めようというのではない自分の目にばかりありあり見えるお糸の後ろ姿を追ってゆくのである学校のことも何もかも忘れて駒形から蔵前へ蔵前から浅草橋それから吉町の方へとどんどん歩いたしかし電車の通っている馬黒町の大通りまで来て 長吉はどの横丁を曲がればよかったのか少しく当惑したけれども大体の方角はよく分かっている東京に生まれた者だけに道を聞くのが嫌である恋人のすぐ町と思えばその名をいたずらに路傍の他人に漏らすのが心の秘密を探られるようでただわけもなく恐ろしくてならない 長吉は仕方なしにただ左へ左へといい加減に折れていくと蔵造りの問屋らしい商家の続いた同じような掘り割りの岸に2度も出たその結果長吉ははるか向こうに明治座の屋根を見てやがてやや広い往来へ出た時その遠い道の外れに川上汽船の汽笛の音の聞こえるのに 初めて自分の位置と町の方角とを悟った同時に非常な疲れを感じた聖帽をかぶった額のみならず汗は袴を履いた帯の周りまで染み出していたしかしもう一週間とても休む気にはならない長吉は月の世に連れられてきた路地口をばこれはまた一層の苦心一層の懸念 一層の疲労をもってやっとのことで見いだしえたのである片側に朝日が差し込んでいるので路地のうちは突き当たりまで見通された格子戸作りの小さい家ばかりではない昼間見ると意外に屋根の高い蔵もある忍び返しをつけた板塀もあるその上から松の枝も見える 石灰の散った便所の掃除口も見えるゴミ箱の並んだところもあるその辺に猫がうろうろしている人通りは案外に激しい極めて狭いドブ板の上を通行の人は互いに身を斜めにねじ向けて行き違う稽古の三味線に人の話し声が混じって聞こえる洗い物する水音も聞こえる 赤い腰巻きに裾をまくった小女が草ぼうきで土ぶ板の上を吐いている孔子戸の孔子を一本一本一生懸命に磨いているのもある長吉は人目の多いのに気後れしたのみでなくさて路地打ちに進み行ったにしたところで自分はどうするのかと初めて反省の地位に帰った。 人知れず松葉屋の前を通ってそっとお糸の姿を垣間見たいとは思ったが辺りがあまりに明るすぎるさらばこのまま路地口に立っていてお糸が何かのようで外へ出るまでの機会を待とうかしかしこれもまた長吉には近所の店先の人目がことごとく自分ばかりを見張っているように思われて ととても5分と長く経っていい。ることはできない長吉はとにかく思案をし直すつもりで折から近所の子供を得意にする泡持ち屋のじじがカラカラカラと稲を鳴らしてくる向こうの横丁の方へと遠ざかった長吉は浜町の横丁をば次第に道の行くままに大川端の方へと歩いていった。 いかほど機会を待っても昼中はどうしても不便であることをわずかに悟り得たのであるがすると今度はもう学校へは遅くなった休むにしても今日の半日これから午後の3時までをどうしてどこに消費しようかという問題の解決に責められた 母親のおよは学校の時間割までをよく知り抜いているので長吉の帰りが1時間早くても遅くてもすぐに心配してうるさく質問する。むろん長吉は何とでもたやすく言い紛らすことはできると思うもののそれだけの嘘をつく両親の苦痛に遭うのが嫌でならない。ちょうど来かかる川端には。 場の板小屋が取り払われて柳の木陰に人が釣りをしているそれをば通りがかりの人が4人も5人もぼんやり立って見ているので長吉はいい都合だと同じように釣りを眺めるふりでそのそばに立ち寄ったがもう立っているだけの力さえなく柳の根元のささえぎに背を寄せかけながらしゃがんでしまった。 さっきから空の大半は真っ青に晴れてきて絶えず風の吹き通うにもかかわらずじりじり人の肌に焼きつくような湿気のある秋の日は目の前なる大川の水一面にまぶしく照り輝くので往来の片側に長く続いた土塀から こんもりと枝を伸ばした茂りの影がいかにも涼しそうに思われた甘酒屋のじじがいつかこの木陰に赤く塗った荷を下ろしていた川向こうは日の光の強いために立ち続く人家の瓦屋根をはじめ一帯の眺望がいかにも汚らしく見え 風に追いやられた雲の列が盛んに梅園を吐く製造場の煙出しよりもはるかに低く動かずに層をなして浮かんでいる釣り道具を売る後ろの小家から11時の時計が鳴った長吉は数えながらそれを聞いて初めて自分はいかに長い時間を歩き暮らしたかに驚いたが 同時にこの分で行けば3時までの時間を空飛するのもさして固くはないとやや安心することもできた長吉は釣り師の一人が握り飯を食い始めたのを見て同じように弁当箱を開いた開いたけれどもなんだか決まりが悪くて誰か見ていやしないかとキョロキョロ辺りを見回した 幸い昼近くのことで見渡す川岸に人の往来は途絶えている長吉はできるだけ早く飯でも菜でもみんなうのみにしてしまった釣り師はいずれも木造のように黙っているし甘酒屋のじじは居眠りしている昼過ぎの川端はますます静かになって犬さえ歩いてこないところから さすがの長吉も自分はなぜこんなに決まりを悪がるのであろう臆病なのであろうと我ながらおかしい気にもなった。両国橋と新大橋との間を一回りした後長吉はいよいよ浅草の方へ帰ろうと決心するにつけもしやという一年に引かされて 再び吉の路地口に立ち寄ってみた。すると午前ほどには人通りがないのにまず安心して恐る恐る松葉屋の前を通ってみたがうちの中は外から見ると非常に暗く人の声三味線の音さえ聞こえなかったけれども長吉には誰にもとがめられずに恋人の住む家の前を通ったという。 それだけのことがほとんど破天荒の冒険をあえてしたような満足を感じさせたのでこれまで歩き抜いた身の疲労と苦痛等長吉はついに後悔しなかった。